久々に釣りに来た。最近ね、釣り行けてなかったんよね。これにするか。そう。まず海までが遠いんよ。俺の住んでるところが。海まで遠くて、あとはあっち信じられんぐらいのやつ、熱中症ならんよね。仕掛けの点検っていう意味合いも込めて今日久々に来ました。まあレアリング方っていうのは久々だね。暑い暑い。帽子を忘れちゃったのがね、痛いかな。すいませんね。最近のはね、ちょっと最近アップロードしてる動画が。ほぼほぼ過去の釣り動画なんですよね。ほんと久々に来た。そうですね。けど覚えてるね、やっぱり。これでいいんじゃない？まあ本当はあっこの流れ込みでもいいんだけど、釣れるでしょ。のんびりね、そんなに釣果を狙う感じでは来てないので、今日はもうあくまでも本当にリハビリですよ。リハビリ、感覚を思い出すっていうか、あれ重りはね、そう、こういうチェックね、ガン玉がね、ガンダムのパッケージが、そう、最近投げ釣りばっかだったからな。ガンダム使った釣り、そう、仕掛けがごっついんよね、海はね。流されるかもしれない。あれ、これ針のあれはある？これやくないもん、さっき針やるか。タイもやっぱ自然と動くなんだよな、海行くと。伊勢山中ぐらいかな。
暑いが釣りができんところではない。これ細いな。何号？3号ぐらいかな。久しぶり、1ヶ月ぶりかな。あ、漁協の人が